皆さんこんにちは。今日は2019年1月8日7時57分ですね。温度は 2.3 度と非常にまだまだ寒い時期です。それでですね、実は見ていただきたいものがあります。こちらの庭の方に移動します。これはね、今撮影しているのは梅です、ね、花梅です。思いのままというやつなんですが、見事にこう葉っぱが落ちていることが確認できると思います。花の、つぼみですね、つぼみもまだまだこう開かない時期です。さて、それでこちら側に視線を移して見ていただきたいのですが、この木はですね、河津桜です。見事にこう葉っぱが落ちた、落葉した状態になっているのが確認できると思います。はい、それでですね、ではこちら側に視線を移して、今寒い時期ですけどね、プリムラなどの類はこう見事に咲いていますが、パンジーですね、でこうつるバラなんかもまあ少しは咲いているものもある状態ですけれども、さあこちらに来て、これはまあ紅葉して落葉している状態がはっきりと確認できますね。さて、それでですね、問題は実はこれなんです。はい、手前はバラ、そしてこれ、この木が問題なんですね。さあ、これ落葉はしてませんね、紅葉はしてます。それで葉っぱをね、材料に昆虫が巣を作ろうと、蜂だと思うんですけどね、昆虫が切り取った跡あるんですね。である程度黄色くはなっているものの、いいです、葉っぱ落ちてませんよね。これも実は先ほど写したのと同じ、業者から買った同じ年に植えた河津桜です。落葉していません。ここが非常に重要なんですね。で、ここ切ってあるのが分かると思いますが、これなぜ切ってあるかというと、これ実は植えた後ですね、この庭に植えた後で遺伝子を操作したんですね。そして落葉しない状態にしてあるんです、ね、遺伝子操作によって。これまあ遺伝子操作っていうのはさまざまな手法があります、ね、さまざまな手法がありまして、ね、ここら辺に映ってるものでもね、実は遺伝子を操作したものというのがあるんですけどね、ちょっと見ていただきたいんですが、これは遺伝子を全く操作していません。いない、ね、八重桜ですよね、寒山とかいうやつですね。これもう見事にね、こう葉っぱが散ってるのが分かると思います。で、先ほども写したこれです。問題はこれに関してはね、河津桜にもかかわらず、河津桜っていうのはだいたいね、夏の終わり頃には落葉するものなんです、ね、ところがここを見ていただいたら分かるようにね、1月で気温が 2.3 度しかないような、玄関口が 2.3 度ですからね、この他の部分、この部分はもっとね温度が低いはずなんですよ。にもかかわらずこういう風にね、葉っぱがついたまんま冬を越しているという状況が見て取れます、ね、遺伝子組み換えによっていろいろできるとは言いますが、遺伝子組み換えでは厳密にはなくてね、遺伝子情報系を三一構造体システムというものを用いて操作した結果なんですよ。つまりね、多細胞生物の細胞、全細胞に含まれている遺伝子ですね、の働きを制御するということが可能になった結果なんです。でまあ、ここちょっと見ていただけば分かるように見事に枝切ってますが、これなぜかというと、この状態の桜が一体どういうふうに遺伝子がなっているのかということをね、大学の方で研究室の方へ持って行って、切り取って持って行って、そして
データをさまざま集めたということなんですね。だからそこが切ってあるわけです。さて、同じ年同じように植えた河津桜がこちらにもあるわけですが、こちらも枝を切ってあります。比較対象としてこれもきちんと調べるために大学の方に送ったわけです。ということでね、まあこれつぼみができていてこれから花咲くかなということ。これでもう一つの方も見ていただきますよ。こちらもね、これでつぼみができてね、これからこの河津桜も花をつけるとは思います、ね。こう見ていくと少しはこう花をつけそうなものもあると思いますが、ただ葉桜になってしまいますよね。このまんまこの河津桜が開花するとなると、まあ、世の中はこう、ですね、私なんかはね、この三一構造体システムを使ってこういう遺伝子を、ね、生きている生物の多細胞に含まれている無数の細胞に含まれている遺伝子をそのまま操作してしまう技術に関してはね、人工補助のシステムによる遺伝子操作などと呼んでるんですけれども、最近スタッフたちの中にはね、それでは分かりづらいから拡張知能のシステムによるこう遺伝子操作だというふうなね、言い方変えようという流れがありまして、まあ私も拡張知能というと人工知能プラス人間の脳なんだけれども、なんだか勘違いしたね、情報が山ほどインターネット上にあるんでね、正しい認識を得てもらえないんじゃないかということで、ずっと拡張知能というキーワードは避けてきたんですけどね、今年、まあ去年の暮れ頃からね、私もまあ拡張知能という形で情報発信していいのではないかなと思うようになりました、まあ、考え方変えたんですね。いずれにしろ落葉樹であるはずの桜がこうやってね、葉っぱをつけたまま年を越すという、ありえないことが起こっていることは皆さんこれ一目瞭然っていうんですね。こういうのをね、はっきりもう見てわかりますよ ね、ありえないことが起こってます。そして遺伝子操作をしていない河津桜の方は葉っぱが落ちているというこの事実、この比較ができるというところが非常に重要なんですね。見比べてみると一目瞭然、この技術が確立されたということをね、記念するビデオですけれども、まあその見間違えようがないですよね。ということで、まあ我が家の1月のね、庭を見ていただきました。まあいろいろと、まあ今もいじってる最中であると同時に、できるだけこう自然な感じを残すためにね、この地面の方の草も片付けないで、葉っぱが落ちたままとか草をこう切って横倒しにしたままの状態にしています。まあ、これマルチングになっていて、ある程度地面が暖かいとは思うんです。地面が暖かくはなっているんだろうけれども、だからといってね、このこちら側は見事に落葉してますからね、この落葉した河津桜に対して、いや、ここにもマルチングしたような感じで地面にね、いっぱいこう草が盛り上げてありますけれども、同じように盛り上げてあるけれども、あちらだけ、あちらの木だけは見事にね、落葉していないと。これはね、驚くべきことだと思います。でね、まあ詳しい他の解説はスタッフの方がやってくれたりもすると思いますので、ビデオの方はここまでとしておきます。